はい、ありがとうございます。 AKB48 の小西桃香です。本日のストローは穴が開いているのかいないのか検証していきたいと思います。こちらがいつも私が愛用している100均のストローになります。そして本日の飲み物はこちらグリーンだからちゃんでございます。こちらを飲んでいきます。ではいざ実食いただきます。あ、うまー。検証結果、穴は開いていません。さすが100個。わあ、すごい。なんか配信始めたら鼻水止まったんだけど、すごい。なんかさ、今日も思ってんけどさ、今日ね、劇場公演で、劇場で、あの柱の会のAKB くじで当たった方のイベントがあったんですけど、そう、今日それまでもう本当にずっと鼻水がもうずっと垂れ流しだったんですよ。でもイベント中マジで鼻水出なくて、で終わって電車乗った途端、帰りの電車乗った途端にまた鼻水ブワーって出てきて、で今もずっと鼻にねティッシュを突っ込んでたので、今配信始めたら鼻水止まった。マジですごい。ほんとすごいよね。なんかでも美味しい、いつもこうなのよ。イベントの時とか絶対鼻水止まる。すごい、マジで。うん、待って、本当にこの辺はプロだと思う。いや、まず体調崩してる時点でプロではないんだけど、いやでもプロでも体調は崩す。でも今年も2回目、プロではない。でもすごくない？ここだけそう、鼻水操れる系アイドル、ほんとすごい。すごいわ。今日前髪切ったんだ。なんか今日良くない？前髪どう？パパってね、自分で切ったんだけどさ、なんかパパってやった割にはなんかいい前髪してんじゃんと思って。どう？いい前髪してる。自分で切った。前髪は大体自分で切るんですけど、もしいつもここ出すんだけどさ、今出し忘れてた。この毛って何なんだろうね。あった方が顔がちっちゃく見えるのかな。うん、なんか大西ってさ、今までさ髪型でね、あのしっくりしたことあんまなくて、しっくりしたこと、しっくりきたことがなくて、
そう、わかる。今私ここ今直してたんだけどさ、ほら見て、ここのさ、私はね生え際がね変なんです。ほらこっちは順当にこうやって生えてるんですよ、こっち流れにね。でもこう切って私はこう生えてるんです。そう、こう切ってこうってなってるからさ、こっちがさ、カルシュンシュンってほらこうなっちゃうの。これが嫌なんだよね。俺も左右非対称じゃない。あ、本当。でも左右非対称な人なんてあんまいないよ。でも私はここはこうなっちゃう。だからここがね、ハゲなんです。ハゲて見えちゃう。ほら。ハゲて見えるとかハゲなの。こっち そのハゲてないんだけど、こっちハゲ狙う。そうなんです。でも顔がさ、なんかお西本当に。なんかやっと西こっちの顔自分のこっちの顔やっと見慣れてきた頃合いなんだけど、まあ、ここまでさ分かんない、自分だからそう思うのかな。全然顔違くない？うん、なんか全然違うくない？やっとお店見慣れてきたんだけど、でもみんなは多分見慣れてると思うの、こっちの顔に。大西は今まで自分の顔をこっちから見ないように生きてきたから、ようやく何か違うかも。全然違うくない？左右対称への憧れって、そうだね。でもやっぱどっちから映っても同じ顔の子はいいなって思う。うん、だからさ、歌番組とかでさ、それこそ大西はね、選抜にこう入れさせていただいた曲が、あの全部みんなから見てこっち側なの。だからこうやって向きやすかったのね、顔が。でもアイドルなんかじゃなかったら、もう一応みんなから見てこっちに、あ、みんな配信だとこっちになるのかな。そう、私はこうセンターがあったら私は右側にいる人なんですけど、でもアイドルなんかじゃなかったらこっち側にいるのにもかかわらずこっちの顔を見せることが多くて、そう、だから最初はちょっとあーってなってたんだけど、でももう見慣れてきた。うん、1時までに終われるようにするわ。うん、何気になるものですか？もう虹を気になってたな。誰？今は思わないけど、前は思ってた。どっち側が好き？なんか最近はこっちでもいいなとは思ったんだけど、でもやっぱ安心感、自分に、なんだろうね、安全な方を選ぶならこっちかな。こっちを選びます。うん。
でもだからさ、鏡見ながらさ、どこがさ、どこがどう違うんだろうみたいな。多分大西がすっごい思ってたのは、まずこことここ、鼻からこことここまでのまず長さが違うのかなって思ったの。あ、単純にね、なんでこっちの顔とこっちの顔がなんか印象変わるのかなって思った時に、こっちの方がね近い気がするんだよ鼻から。まずね、まず1ポイント目、こっちの方が広い気がするこっちの方が ちっちゃい気がする、なんかなんとなくね。え、そうだよね、言われてみ、そう言われてみたら確かにそうだよね。ここの幅とさ、ここの幅がさ、こっちの方がちょっと狭いんだよ多分。こんなミリ単位なんだけどさ、鼻は多分一緒でしょ、口元、あと骨だよね、どっかのどうなの。うん、こっちとこっちが出てるわけでもないし、何が、何か分かんないなんかでもこの辺違うよね分かんないんだけど、なんかどこが違うって言われたら、なんかこの辺が違うような気がしてる。なんか違うよね、もう何が違うか分かんないんだけどなんかこの辺が違う気がする。顎じゃない？顎かもね。てか、私顎がね四角いんですよ。ここ尖ってない。確かに顎かもしれない。でも分かんない、何が違う。でも。何か分かんないけど。あ、ここかもしれない。なんか、なんか口の方がしゃくれてる、なんかこっちの方が出てる、なんか見て YouTuber みたいな見せ方するけど、こっちの方がなんか出てない、ほらほら、あ、こっちの顎が出てるんだえ、右だけ出てるの西。ああそう、口を下げりゃいいの。確かに言われてみたらそうかもしれない。確かに、でも分かんないよね、マジで。鼻もちょっと違うんだろうな、なんか。だから本当だからさ、なんか知ってる？顔をさ、なんかアプリとかなんか面白いアプリとかで顔をなんか鏡みたいにするやつ。こっちの顔をこっちにも映しますよみたいなさ。虫、あ、む、あ。ああ抜け出してた。うわ、一回包み込んだんだけれど、またどっか行ってしまう。そう、なんか一昨日ぐらいからさ、いるんだよね虫がね。そう、ちっこいやつが。多分換気とかしてたからそんだけ入っちゃったんだろうね。うん、うん、寝るときにはあって思うんだけど、うん、外に連れてってあげようって、いや、そうしてあげたいんだけどさ、うん、たまにしか現れない。一日に一回見かけるぐらい。
っちゃいからすぐになくなっちゃう。最近はカメムシもすごい。なんか DM でね、ファンの方が送ってきてた。カメムシすごいよって。ムニシ、東京来てからさ、カメムシ見てない。東京ってカメムシいる？ゴキブリいっぱいいるのにカメムシいないんだよ。いるんだ。本当ゴキブリばっか見るの。ゴキブリはいっぱいいるのに、カメムシはもうすでに一回も見たことないよ。あの東京とかで。昔さ、口の中入っちゃった時があってね、カメムシ。まだ本当にちっちゃかった時。小学校低学年の時とかで、一番最初にね住んでたお家があって、それのところにの近くで、あの一輪車をサンタさんからもらったんですよ。そう、一輪車をサンタさんからもらって、それを練習しようってなって、ママと練習をね家の近所でしに行ったんですよ。でこっちになんか長い柵があって、それ持ってて、でこっちにママで、でこう両方使いながら自転車こいでて、はぁってやってたら、こもって入った。最初何か分からへんからさ、へっへっやったんだけど、なんか鉄みたいな味がした思い出がある。その後なんか、うわ、なんか変な匂いする、カメムシちゃうみたいなって、多分カメムシだったんだけど、うん、なんかわかんない、その時は鉄みたいな味したのを覚えてる。うん、緑の、黄緑のね一輪車持ってたの。私昔黄緑好きだったんだよね。買ってもらった自転車も黄緑だった、そういえば。うん、難しい。昔から緑推しなのねって。え、でもそうでもないのよ。昔ピンクとかがおにし好きだったから。でもなんかそういう特別な時ってなんか違う色を選びがちなんだよね、おにし。ん？なんかなんだろう、普段この色好きなのに、なんか、あ、カバンもそれ言ってたなって。確かに。あ、あ、いた虫。あ、はい、あ、なくなった。そうだ、なんか初めて高いカバンを買った時ね、高いって言ってもみんなからしたらそんな高くないかもしれないんだけど、パパは今日おいしい反射神経悪いわ。そう、まあでもあれ何円ぐらいしたんだろうかな、3万円ぐらい取ったのかな。でも1万円を超えるカバンをね、うちは人生で買ったことがなくて、その人間の3万円のカバンってめっちゃでかいじゃん。で、初めての高いカバンだから、何色にしようってめっちゃ迷ったの。でも王道だとさ、なんか茶色っぽいのとかさ、白っぽいのとか、じゃあなんかお洋服に合わせやすかったりさするの。でもなんか分からへんけど、白と水色の買っちゃって。この間のツイッター上げたね、熊本行った時の写真とか写ってると思うんだけど、
白と水色って今までそんな好きって思ったことない色だったんだけど、そう、そのごめんね、虫さんがね近づいてくる。そうなの、でも可愛いよね。なんかそうだから大事な時にさ黒とか選ばないの、なんかあんまりそう好きな色黒とかなんだけど、うん、でも欲しい、もう一個カバンがね欲しくて、そう、それはどうしようって迷ってる。そう、今ねお高いカバン2つ持ってるその水色と白のやつ、めっちゃちっこいカバンなんだよ。でもそれかかったのマジでそう、それは自分の今見えた、ここに積んで、出てくるじゃん今日。なんで？カバンと靴。そうし始めたんだけど。言うてここ2年ぐらい靴とカバンは高い、いいの買った方がいいよって、ずっと同じの使ってるかも。なんかあのなんだ、いつだったかな、上京、奈良からこっちに上京してくる時に買ったやつ、高知のやつ、うん、そう初めての、それがね大西初めてのブランドでのお買い物だったんだけど、高知のこんなちっちゃい折りたたみのやつ、2万円ぐらいだ、初めてのブランド品そうだから大西のそのブランド人生は高知から始まりました。うん、それをずーっと使ってますね。でもまだ言って4年ぐらいかな。うん、2万円は高いで、高いよね。だから本当になんか今までだと財布って2000円ぐらいのなんかイオンモールとかにあるさ、ぬいぐるみとかさペンとかいっぱい売ってるなんかキラキラしたお店知ってる？なんかそこで売ってて財布、そう、その前の財布もそこで買ってたやつで白の覚えてるな、長財布の2000円、4000円ぐらいだったかな、2000円だったかな、忘れたんだけど、最後使ってたやつはちょっと高かった気がする、4000円ぐらいだったわ。そう、ママに買ってもらったやつなんだけど、そう、そう、どうなの、そうで入れながら、うん、ゆうさんありがとう。よし、じゃあ終わるわ。きっとこの配信終わったらまた鼻水ジャージャーになっちゃうんだろうな、悲しい。よし、じゃあそろそろ終わりたいと思うので
ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。いきます。1位京井さん、ありがとうございます。イエイ。2位がコバットマークを西尾さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がタック387さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がよちゃんのゆまもち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が大粒ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がさとちゃんとマークを西尾さん、ありがとうございます。ありがとうございます。イエイ。そして9位があっくん、ありがとう。そして10位がコーヒレンさん、ありがとうございます。イエイ。黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がかきあとマーク、おにしぐあとマーク、今日もありがとう、ゆっくりやす。イエイ。そしてラスト13位がそらまりあとマーク、おにしぐんさん、ありがとうございました。今日ってちなみに何の日だったのこれ。何、なんか7周年。あ、ショールームがってこと。ん、なに、ず、連続配信。あ、何日に始めたんだっけ。10月12とか13とかだったよね。私こんだけやってない期間があったんだ。1ヶ月弱あったんだってことだよね。音声配信やってなかった人、動画連続記録やね。早く消してくれこの記録。もうやめてくれ、もう全然連続ちゃうやん。ありがとう、ありがとう。水しめ、そうだね、そう、通算ね、通算7年連続じゃない、ありがとう、通算だね、通算ね、7年間やったよってことか。ありがとうございます、本当にありがとう。ということで、ではでは本日この辺で終わりていきたいと思います。でははい、いきなりですが質問です。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃花でした。手もみありがとうございました。ではおやすみなさい。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。